皆さんこんにちは、バタタンです。今日は皆様おなじみこちらの殿様バッタを調理して食べていこうと思います。知っての通り、殿様バッタの栄養価はとても高く、今後の活用が期待される昆虫です。今いる殿様バッタはこの1匹だけですので、大事に大事に味わっていきたいと思います。調理をする前に少し観察してみたいと思います。後ろ足一本取れちゃってますけど、まだご飯食べてなかったのでお腹鳴っちゃいました。僕自身もバッタを食べ物として捉えてるみたいですね。一時期は大量発生によって世間を騒がせていたバッタさんですが、2021年11月には EU ヨーロッパ連合の欧州食品安全機関というところが新たな食品として殿様バッタを認可したことが話題になりました。個人的に殿様バッタは色やフォルムなどからしてカブトムシよりもかっこいいと感じています。よく見るとつぶらな瞳で可愛いですが、実は顔の半分が大顎になっていて、噛まれるとめちゃくちゃ痛いです。胸の模様はどことなくアイアンマンの顔みたいですね。では少し名残惜しいですが、キッチンに向かいましょう。まずはお湯を沸かします。沸騰してきたらバッタを投入します。だんだん赤くなってきました。この後油で炒めるので、油跳ねをしないように水気をある程度切っておきます。蓋をしてしっかりと火を通していきます。今回は味付けをせずに素材の味を楽しんでみます。あとはお皿に移して出来上がりです。では早速いただきます。味はシンプルに美味しいです。よくエビの味に例えられますが、個人的には大豆っぽい味かなと思います。腹に何か溜まっていますね。見てみます。卵が入っていました。産卵前のお母さんだったんですね。せっかくなんでこれもいただきます。すごい、多分みんなが知ってる卵の味です。あとやっぱり大豆風味で、トウモロコシの粒の食感に似ています。足も羽も残さず食べきりました。ごちそうさまでした。というわけで今回は殿様バッタを食べてみました。実は以前も食べたことがあって、今回どうしてもまた食べたくなってこの動画を撮ってみました。僕はただ好きで昆虫を食べているだけなのですが、本当に美味しいので、ぜひ気になる方は市販されているバッタなんかもありますんで、ぜひ食べてみてほしいなと思います。今後も昆虫にまつわるいろんな動画を撮ってみたいと思っています。もし見てくださった方、コメントいただけると幸いです。それではご視聴いただきありがとうございました。